全景改札口泉府中駅は大阪府泉市府中町一丁目にある西日本旅客鉄道阪和線の駅。駅番号は JRR37。事務官コードは62万1917。泉市の代表駅である。島式ホームに面4線で対比設備を持つ地上駅で京上駅舎を有する。ホーム有効長は特急電車給料編成分である。 駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、北篠田駅泉橋本駅間の各駅を管轄している。IC カード、愛 c o カを利用することができる。快速停車駅であるが、2003年3月15日のダイヤ改正により一部の特急、遥かが停車、また2004年10月16日のダイヤ改正により、朝と夜の一往復のみ特急、 スーパー黒ロシオが停車しており、2011年3月12日のダイヤ改正により朝の上り2本のみ特急、クロシオ、スーパー黒ロシオ、夜の下り1本のみ特急、オーシャンアローがそれぞれ停車している。これらは2012年3月17日のダイヤ改正により、クロシオの名称に統一された。駅周辺の再開発に伴って、駅舎が設置され、 自由通路は2013年5月24日午前9時30分から行う式典終了後に、京城駅舎は翌日の5月25日始発から使用が開始された。京城駅舎の使用開始に伴い閉鎖された旧駅舎は天王寺方の端にあったためホームまでの動線が長く、駅西側に出口がないという欠点を抱えていた。新駅舎には自由通路に、 エレベーター2基エスカレーター2基、改札内にエレベーター2基エスカレーター4基、男女共同の多目的トイレが設置され、バリアフリー化が図られた。また、駅西口が開設され、駅西側にも初めて自転車、原動機付き自転車の駐輪場が整備された。駅機能としては、新幹線や特急列車の切符や定期券の購入が可能な緑の券売機が設置された代わりに、 かかりん配置の緑の窓口の営業時間が22時までに短縮された。新しい京城駅舎は、弥生時代中期の看護集落遺跡である、池上、曽根遺跡で発掘された高床式建物、泉の高殿をモチーフに、船を連想させるデザインとなっている。延べ床面積は約1140平方メートルである。 2019年度の1日平均乗車人員は17,521人である。半和線、関西空港線の途中駅では、三国川丘駅、大鳥駅に次いで第3位の利用者数であり、泉市以南の専修地域の駅としては最も乗車人員が多い。駅の所在地は泉市であるが、駅の西側及び北側は泉大津市であり、 同市アナし地区を中心に通勤、通学の足として、当駅を利用する者が少なくない。大阪府東経年間によると、1日平均乗車人員は、以下の通りである。府中ルイズ泉、ロードイン泉、泉泉の国観光をもてなし、ところイオン、泉、ズミューテ東口は、ペデストリアンデッキで、フルイズミ泉及びロードイン、泉と結ばれている。西口周辺には、イオンと泉屋がある。 駅前バスターミナルが整備される前は、南海バスの1系統、61系統及び、泉市路線維持運行バス黒鳥線、コミュニティバスのみが、旧駅舎に最も近い、泉府中駅前、泉大津駅前、発着系統が国道485線の、踏切付近にある、泉府中車庫前から発着していた。また、61系統とコミュニティバス、めぐるは、 不動30号線沿いの泉府中駅筋停留所も利用していた。車庫前停留所は名の示す通りバスの折り返し場が付近に存在したが480号線のアンダーアッパス化に伴う工事の影響でこれらの機能が廃止された。また停留所が二手に分かれ非常に使いづらくなっていたがこれらの問題点は駅前ターミナルの開設で解決されることになった。 整備後の2014年4月1日のダイヤ改正をもって近隣を走るすべてのバスが、泉府中駅前からの発着となっている。なおこれに伴い、泉府中車庫前停留所は廃止され、すべてのバスは踏切手前の地下道を通るようになった。また、泉府中駅前は、旧駅舎付近からの移設となり、旧停留所部分は同じく共用廃止となった。 泉府中駅筋については、コミュニティバス、めぐるの停留所のみ存続し、61系統は、経由しなくなった。その他、梅田、南波及び中本駅前から出ている、南海深夜急行バスも当駅に停車する。かつては深夜急行バスも泉府中車庫前を、終着停留所としていた。桃山学院大学への直通通学バスが、発着している。 ありがとうございます。